っていうものは上手とか下手っていう優劣を競うものであったり、正しいとか間違ってるとかっていう、そういう範疇のものではないという、まず音楽に対する見方を持ってほしい。みんなの構え方と子どもたちの構え方と違ったのは、ピアノに対して苦手意識だとか、ピアノイコール音楽に対して苦手意識を持ってるね。決してもう音楽は再生音楽じゃないです、音楽っていうのはそんな小さなものじゃないよっていう、まずその意識をこう塗り替えるところから始まるみたいな。音楽の良さって同時に一緒にパンと打つ心地よさみたいなと、みんなで自由に叩くところもあって、教育学部子ども発達学科、水野信子。教育学部では小学校教諭、幼稚園教諭、保育士を目指す学生が学んでいる。愛知東邦大学では表現に特化した授業を大切にしており、その中で水野は音楽表現を担当している。特に大切にしている講義の一つに手作り楽器を用いたものがある。何かわかる？洗濯機のホース、この回転で音が変わる。手作り楽器は音っていろんな風に出すことできるよっていうことが伝えたくて、子供でもすぐ作れたりする。普通の楽器だったらどっかで聞いたことがあるから、どんな音がするってことが分かってる。でも初めて聞いた手作り楽器はどんな音がするかも分からない。だからまずもう初めて音を聞いてみよう、いろんな音を聞いてみようって。構成まで作って、で音楽を作ってください。この授業を受けた学生は、グループで楽器の役割分担を決めて、一つのオリジナル楽曲だったり既存の曲を用いてアレンジとかをしました。全員男子でそんなに音楽経験もない人たちばかりだったので、ちょっと難しさを感じて、最初はまあみんなで合わせていってもちょっとバラバラだったり、なかなかうまくいかないことが多かったんですけど、練習重ねていくうちに音も合うようになってきたり、その音楽として表現できているっていうのを感じられた時が一番その授業での楽しさを感じました。音楽表現を学んだ学生は、小さい子は言葉だとちょっとまだうおつかないというか、人に伝える力が大人よりは少なくて、そのための表現力、体であったりとか表情であったりとか、音楽は普通の言葉で表すよりも感情がすごく出やすいものだと思ってるので、生きていく中で子どもがこう感性を豊かにしていく中で必要だと思っているので、こう強制するっていうよりかは子どもが自発的にこう取り組めるようなものをこう想像していくのがいいかなっていうふうに思ってます。幼い頃からピアノを続けていた水野、ある経験から水野は音楽との向き合い方を考え直す。趣味でバンドを組んでて、いろんなのアレンジしてジャズっぽく弾いてるバンドの仲間たちとライブに行くと、いろんなアマチュアの人たちのバンドが出る。でそういう人たちって楽譜は全く読めないのに、どんどん自分で作ってこうリズムも全部作っていく。でそのパフォーマンスもすごくて、なんかそこで自分が音楽の先生っていうのがものすごい恥ずかしい。なんか自分はこんなに長い間何をやってきたんだろうっていうふうにすごく思うんですよ。だから音楽ができるってなんだろうとか、音楽が好きってこういうことを言うんだろうなとか、すごく自分の今までの学んできたこう常識みたいなものを覆されることが何回もあって、そういうことも学生に、そうだから音楽の常識っていうものを学校音楽だけの範疇にとらわれないで、なんか再構築してくれたらいいなっていうふうに思います。そして子ども向けコンサートの経験から
研究対象として音楽と関わっていくこととなる。最初のきっかけは保育園の園長先生から普通のコンサートの会場から締め出される乳幼児を持つ親と子どものために保育園でピアノ弾いてもらえないかって言われたのが初めです。それでピアノは叩いて音が出るんだけど、音ってこすっても出るし吹いても出るしっていうので、ちょっと簡単な手作りのものを持っていってやるとなんかいろんな反応を示してくれるので、その反応が面白くて、それがどんどん研究になっていったっていうところです。でいつも実験をして、でそのデータで、だいたいのリズム感が分析できてくるんですけれども、っていうふうに音楽的な発達をあぶり出していったんですよね。3歳の時はその音の面白さを全部体で感じて楽しむ。で4歳になるとイメージたっぷりに想像力を働かせて音を聞く。で5歳になると科学的な興味で、なんで音が出るのかとか、なんで音が変わるのかっていうところに興味を持っていくっていうふうに、実験をすることによって音楽的な発達が分かってくる。でそういう発達が分かって、子どもの興味や関心に一番合った内容が組むことができる。一番大事なのは、その保育でどんな音楽遊びしたらいいとか、授業で音楽の授業でどうやってやるのっていうことももちろん大事だけれど、でもなんでそれが必要なのかっていう一番真になる根拠みたいなものが学生の中で作られるといいな。やっぱり表現なので、自分の内にあるものを表す。楽しい時はより楽しくなるし、が辛い時は癒されるし、表すことによって自分の心の気持ちも整えられていくしっていう要素があると思うんです。そういうことを学生もこれから先人生の中で音楽が力になってくれたらいいなっていうのは、私の最終的な音楽を教えるものとしてなんか目標というか願いというかかなっていうふうに思います。